じゃあ論破ではなく口が立つ子供、別に口が立つ子供だったら普通に返せばいいんじゃないですかね。口が立つっていうのはある程度論理的に考えられるっていうことなので、逆に論理的に説明すると割と黙っちゃうんですよね。なので、口が立たない人の方が説明難しいんですよね。要はその感情でぶつけてくるので、なんか私コオロギ美味しいと思うんだもんって言われたら、いやでも他の人がコオロギ美味しいかどうか分かんないよね、でも私はコオロギ好きだもんって言われたら、もう説明と説得ができないじゃないですか。なので堂々巡りしちゃうんですけど、で口が立つ人は割とそのなんか、でコオロギこういう味付けしたら美味しいよとかで、それは味付けが美味しいだけじゃないのみたいなので、ちゃんと論理で攻められるんですよ。なので口が立つ人の方が実は説明がしやすいんじゃないかなと思いますけども。